まあ、正統派と嫌われ役ってあって、うん、ヒール、うん、ヒールの方が世の中に名前広がるのが早いと。すげえ父ちゃんそれ言って大丈夫？言う大丈夫。あなたも今日浮かれてるね、格好はね。いや、私はまあ大体こんな感じで夏ですから、夏色にね。コロナビールとか飲んでそうだもん。コロナビールラッパ飲みしてそうだもんな。夏真っ盛りになってきてますよ、今。加藤さん、明るい服着ないんですか？俺、はい、俺着ないの。なんでですか？確かに今のやるともう何着ても合うの、全部。わー、そういうことか。もう、あ、亀谷さん。あ、どうも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 よろしくお願いします。これこれ、どうもどうもです。どうも、こっちですか？どうもどうも、すいません、失礼します。お久しぶりですね。お久しぶりですね。はい、どうも、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。どうもどうも、ご無沙汰です。ご無沙汰です。ね、ちょっと痩せました。どうぞお座りください。ちょっと痩せた感じ。そうですね、痩せてますね。本日の迷えるゲストは、元プロボクサー、亀田興毅さん。ボクシングって、昔からそのジャンプとしてはプラットフォームっていうものがないんですよ。うん、このファイトマネーも、興行の規模によって価が変わるんですよ。ボクシングとは何だって言うと最高ファイトみたいな形に持っていければいいなと。すごい起業家というか、もうすごいね。日本のボクシング界を変えるべく動き出した亀田興毅の知られざる改革魂から。あれ今だから言うけど、当時やっぱりキャラやっぱり乗っけてた自分で。フライパン曲げろとかね。あったあったあった。チキン食っていけとか。父四郎と掴んだ栄光、そして地獄の日々まで全部語る。さすがにもうあまり嫌われたくはないですよ。悩みを抱えるゲストと真剣に向き合い、解決へと導く。迷えるトンボちゃん。もうだって今パパでしょ。パパですね、はい、今、子供は何歳ですか？子供はもう小学校一番上が4年で。4年生、はい、そうなんですよ。で下が何歳だあいつ？2歳とかそんな無理じゃないですか。年わかんないの？もういっぱい言いすぎて。17歳でプロボクサーになった亀田興毅さんは、23歳で日本人史上初の3階級制覇を達成し、28歳で現役引退。現在は K ワールド3ジムを設立、会長を務めている。ずいぶん変わりました？家族持って子供できたりして、まあ、子供自分父親になって、今もその親父のその凄さとかっていうのは分かりますよね。親の立場になって分かる、気づくことってありますよ。どういうことですか？例えば特に自分の父親は、まあ、自分は中学ぐらいからお母さん全然もう離れてたんで、それで親父が、要は仕事もしながらボクシングも教えて家でご飯も作ってっていうような家庭じゃないですか、うんうん、そうか、一人で全部お父さんやってたのか。子供できて思いますよね。お親父ってこれを全部一人でやってたんや。飯作ってたもんね。自分は毎日外で、ね、会食行ったりとかするんですけど、そういうものもなかったわけなんで、すごいなと思って。だからまあそこまでやったからこそ3人世界チャンピオンできたんでしょうね。確かにね、うん、お父さんにその話しました？そんな話たまにしますね、うんうん、まあでも別に何も気にしないです。でも喜んでるでしょ。ただ最後言ってるだけです。確かに今もうお父さん YouTuber だもんね。 YouTuber ね、まあ、楽しんでやってますよね、ね。亀田さんとアベマの関係で言えば、亀田興毅に勝ったら1000万円。ここからさまざまなシリーズが生まれました。あれをなんで OK したんですか、引退した後で。ボクシングをちょっと引退してて、ボクシングをよりこういろんな人で見てもらいたいっていうのもあって、うん、まあ、結果それがまあボクシング盛り上がるんであれば、うん、まあ、ボクシングってボクシングコアのファンだけじゃなくて、いろんな人に言えば見てもらわないといけないん で、はい、であれをきっかけにボクシング知らんかった人たちもね、見てっていう風な形になるんじゃないかなと思ってやりましたね。だからあれやる前は一応俺らが何記録だったんだな。まあ俺らね、一番最初ね、うん、一番最初はそうだったね、うん、でもそれもスコーン抜かれて5倍ぐらいの桁で抜かれたからな。そうだね、うん、全然すごくねえってことをバラされたんだよ、うん、いや1年後にスコーンといかれたもんね。バラされたの。当時の視聴記録を作ったアベマ1周年企画、亀田興毅に勝ったら1000万円がこちら。亀田興毅に勝ったら1000万、3分3ラウンド以内にですねノックアウトすれば1000万を手にすることができるという規格外の試みであります。1000万円を目指し全国から集まった猛者たち、亀田選手は4人を相手に戦った。
まず第一試合は喧嘩無敗のホスト神風とは。今注目の第一試合、第一ラウンド始まりました。さあ拳を合わせに行きませんでした。亀田光輝であります。お亀田光輝を早くも、まあ、でも素人ですからね、うん、あー入れちゃったよ。どこを狙ってるのか。だからこれもヘッドギアつけてやってるんですよ、うん、はいはい、そういうことか。ケンプがあっと上から下に。亀田さんはいらないわけでしょ。ほんまは ね、いらないですけど、ね、でもつけとかないとそコミッション的に良くないですよ、うんうん、全然違うな。かわいそうですけど。で体重向こうの方が重いでしょ。はい、ね、階級上なのに。決まったノックアウト。続く第2試合は喧嘩 YouTuber ジョー。さあゴングが打ち出されました。これ YouTuber のジョーブログって亀田光輝、ここからこの話題も有名やったんですけど、打ってきます。ボディ狙いな。パンチにスピード違うもんな。全然返しました。亀田のいいですね、はい、ジャブあるいは右フック。第2ラウンドに入り、怖がらないで 前よく出てきますね。そうそうそう、これ根性根性根性。打ち合いを見せるも第3ラウンドでテクニカルノックアウト。やっぱ出てくるのすごいわ。そして第3試合は現役高校教師松本亮太。何年前やこれ。5年ぐらい前じゃないですか。おお重いな。重いっすよこれ。重いですね。で言ったらすごいあるんで。いやもうだって腰引けてるもんね。きますよね。どうでしょう。左当たった。さあガードがない、ガードがない、ノーガードじゃない。右危ない、止めました。そして最後の挑戦者、暴走族総長ユータ。この人でかいからパンチあんま効かないですよね。自分らのパンチ階級も違うもんな。ものすごいものを背負っている両者。いやお互い疲れてますね。負けられない両者。こっから気持ちですね。わーっと左入った。でもこのゆうたさんも気持ち強いね。ちょっと効いてるんじゃないですか。そうですそうです、うん、もう一発、もう二発、相当バテてると思うけど。亀田はいけるのか、亀田はいけるのか。しかし右ストレートいく。声を出している、声を出しながら最後の力を振り絞っているゆうた。さあ残り10秒だ。気持ちいいですね、ゆうた選手。すごいね、よう頑張りましたね、うん、よく立ってる。あすごいすごい。なるほど、ナイスです。4戦負けなしで1000万円を守り切った亀田光輝さん。でも怖かったでしょ。わけわかんないやつも出てくるから。いや全然怖ないです。だってもうボクシングやってる人とやってない、もう素人もう違うか、全然違う。桁が違うか。めちゃめちゃ簡単です。でもその後も1000万で、うん、那須川天心君とやってますもんね、うんはい、やりましたやりました、はい。あれはどうでした。まあでもやっぱ彼は強いですね。だってラストはヘッドギアとか外してやったでしょ。まあそのヘッドギアなしでっていうのを結構あのそういう声が多かったんですよね、うんうん、でもヘッドギアなしでやるとダメなんですよ、うん、ボクシングってやっぱりそのまあすごい硬いって言うとそれまでなんですけど、やっぱりスポーツとして競技としてしっかりと、ね、組織として成り立ってるんで、うん、なんか格闘技とは違うと、はい、ボクシングはスポーツなんやっていうのが JBC っていうそのコミッションは言ってるわけですね、うんうんうん。だからボクシングの世界チャンピオンとかになったら、あの日本経済新聞とか一般紙でも取り上げられると、はいはいはい、スポーツのカテゴリーが全然違う。そこと、だからそういうテレビの企画でイベントでボクシングのルールを使う、やるなっていう、うん、ほー、あ、そういう規定があるんですね。そうなんです、うん、そこでやるとダメだと。しっかりその線引きしなさいっていうところがあって、うん、ヘッドギアもつけてるしグローブも大きいし、うん、それはボクシングルールとちょっと違うやろっていうところで、ボクシングって8オンスでヘッドギアなしでやるんですけど、うん、それが普通にテレビの企画でも8オンスでヘッドギアなしでできてしまうと、うん、JBCっていうものをするの、はい、あれもないし、もし怪我した時誰がほんなら保証するんやとか、いろんな、ね、問題もあってっていうのも分かってるんですけど、でもその視聴者とか見てる人たちはヘッドギアなしでガチのも見てみたいっていうのがあって、もうこれはもうあの前もってヘッドギア取ってたらそれこそボクシング界に対してもすごい失礼にもなるし、うん、もうこれは最後もう勢いで行くしかないなと思って、うん、一番最後だけもう自分で勝手にも取って、そういうことか。全部裏側も分かってるんだけど間を取ってというか、で最後でそれ取れば、あの結果何か問題ってもこっちにこれだけの話なんで、うんうん、別にテレビ局関係ないんで、うん、ボクシング界を盛り上げるために試行錯誤しながら挑戦を続ける亀田さん。格闘技とやっぱちょっと違うじゃないですか、うん、
プロレスとか、まあ、総合でもいいですけど、ちょっとやっぱボクシング違いますよね。そうですね、うん、オリンピック競技でもありますからね、はい、世界では統一ルールもあって、うん、キックとかってあの2000団体以上あるんですよね。そうか、ルールも多少違うのか。これボクシングは、WBA、WBC、WBO、IBF って言って世界4団体あるんですよね、うんうん、でもこれだけしかないんですよ、うん、でルールは全部この4団体ともルールは全部統一されてて、はい、世界統一ルールなんです、うん、だから統一チャンピオンみたいなのも生まれるってことですよね。そうですよね。だから、うん、まあ、ボクシングだけですよね。こんだけしっかり統一されたルールがあって、で世界で見ると競技人口も圧倒的に多くて、うん、ただ日本でまだちょっと、まあ、世界チャンピオンとかはね盛り上がってるんですけど、うん、下の方がまだ全然ちょっと ね、 なるほどね、かわいそうなんで、うん、そういうところちょっとこれから変えていけたらなっていうふうに。そうか、今やボクシング界の未来をも考える亀田さんですが、デビュー当時はやんちゃな青年として日本中を騒がせました。あの当時のやんちゃなキャラはキャラ、やっぱりキャラ、まあ俺なんかね怪しいなと思った時期ある。あのスッキリとか何回か来てくれたじゃないですか。行きました、はい、ね、その時とかもうなんか喋ってて、うん、カメラ回った時の亀田光輝と、うん、CM 中の亀田光輝がちょっと違うなと思った時があるの。はあ、いや CM 中の方がちゃんとしてるの、すげえちゃんとしてて、カメラ回ったら「いやそうっすよやりますよ」みたいな。あれね、俺それね記憶にあんの。だからあれ今だから言うけど、当時やっぱりキャラやっぱり乗っけてた自分。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤優です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。